どうも、皆さん、こんにちは、チャックバスです。え本日は、先日ね、えー、ポイントサイトで、えー、コンスタントに、えー、マイルを貯めていく、えー、私がやっている方法ということで、えー、グルメモニター案件をね、紹介させていただきましたよね。で、今回の動画では、えー、こん今回実践編ということで、えー、実際にね、モニター案件を登録して、まあ、登録はいいん いいんですよね。まあ、あの、応募するだけなんで。<laughs> えー、実際にお店に行って、えー、その後ですね、アンケート。答えて、えー、レシートをシャメルで添付する。っていうところなんですけども、えー、今回はね、そちらを、えー、実際にやりながらね、えー、シェアできたらなと。まあ、やりながらそのやる、やり方っていうのをね、シェアできたらなと思って、えー、動画を撮っております。えー、それではね、行ってみたいと思います。えー、それではね、実際に <laughs>、一応ね、登録から、 やっていきます。で、このお店もね、まあ、あの、実際に利用するわけじゃなくて、ただ単にあの、見つけて <laughs>、あの、例に出してるだけなんで、ご了承ください。まあ、登録はね <laughs>、先ほど言ったんですけども、まあ、そんなにね、難しいものではないので、大丈夫かなと思うんですけども、これは、チョビッチの、えー、モニター案件のサイトです。で、こちらがお店の名前で、あ、もう一個前のページ見た方があるかな。まあ、ここで、えー、これは、モニター案件のトップページですね。で、 ま、この一番上のところを、今回はね、紹介していきます、紹介っていうかね、ここを例にとって、えー、したいと思います。で、えー、こちらはお店の名前で、こちらは当選し、飲食代の30%。これ上限なしですね。<laughs> すげえ。<laughs> 上限なしなんて私見た方初めて見ましたね。こんなんあるんですね。<laughs> 上限なしなんで、まあ、ここで、まあ、あの、不な話。 ま、1万円使ったら30%ですよね。3000円ですよね。これが10万円使ったら3万円ってことですよね。うん。すごいですね。10万円で3万円ですからね。これ50万使ったら、10万円で3万円なんで、それの5倍なんで、15万ですかそうですよね。すげえな。10万円で3万円なんで、100万円で30万でもね。ってことは100万円の半分だ 合ってますね。<laughs> すごい。まあ、それはいいんですよ。それはいい。<laughs> まあ、これは、ここのお店は30%で上限なしなんですね。ってことなんで、えー、1万円仮に使ったら3000円返ってくるっていうことですね。えー、で、このモニターを応募する、えー。ではですね、中に入ってきました。で、こちらはモニターの詳細欄になってまして、一応ここね、あの、軽く見てくださいね。えー、っと、一番気をつけていただきたいのはこちら。 来店日という項目があります。これは何かというと、えー、曜日によって、OK な人ダメ、曜日によって OK な曜日とダメな曜日がね、お店によって決まってます。ですので、あのー、まあ、このお店に限ったらいつでもいいんですけども、これがダメってなったとき、あのー、ダメね、バツって書いてあるところはね、曜日として利用しないようにしてください。まあ、基本的には、金、土、あと祝日、前日とかね、結構ダメだったりします。まあ、これはお店によって違うんで、 あとですね、来店人数ですね。まあ、たまにして、まあちょっとね、これは地域性があると思うんですけど、私が見た、あの、利用するところは基本的にほとんど2名以上が多いですかね。あとは、えー、20代から60代とかね、年齢も決まってたりします。で、あとね、有料メニュー、コースメニューを料理注文される方みたいなね、こんな感じで今、記載ありますけども、えー、こちらにね、あの、 飲み放題 NG とかね、たまに書いてありますんで、そういう時はね、飲み放題注文すると、えー、モニターンアウトになりますんで、気をつけてくださいね。あと、支払い方法。あとはあ、支払い方法ですね。たまにこのお店に利用できる支払いだったら OK みたいな場合があったらですね。まあ、それは何でもいいんですけども、たまに現金、クレジットカードとかね、えー、現金だけとかね、いうのもありますんで、まあ、これも合わせて気をつけてくださいね。 まあ今ね、JCB でキャンペーンやってるんで、クイックペイとかね、使えるお店だったらね、こっからさらに20%オフとかもね <laughs>、利用できたりもしますんで。まあ、そういうのも一応頭入れといてください。で、あとは、えー、あとクーポンですね。クーポンはまあこちらお店は禁止ということですので、たまに、たまにっていうかまあ、お店によってはね、OK な場所もありますんで、まあそういう時はね、ホットペッパーでしたっけ。あと、グえー、 食べログとかね、そういうところでクーポンを配ってたりしますよね。OK だった場合はそういうクーポンをね、利用可能で、あのー、元々の金額でこういう、あのー、パーセンテージもらえますんで、仮にね、クーポン使って、まあ、5000使ったのが4000になっても、5000で30%ちゃんともらえますからね。まあ、これもね、あの、一応覚えておいてくださいね。せっかくなんでクーポン OK なところはクーポンはできるだけね、利用していきましょう。あとはまあ、 事前アンケートを答えて応募みたいな感じになります。で、これで当選か落選かね、その場で分かりますんで、まあ、それで当選だったらっていう感じですね。それではですね、えー、まず、グルメモニターに応募して、えー、お店に行く前に、えー、覚えておくことを紹介していきたいと思います。で、お店に実際に行って、 まあ、利用するのは普通に利用するからいいんですけども、覚えておかなきゃいけないことが何個かあります。えー、まず一つ目として、えー、ほとんどのグルメモニターで、えー、確認事項っていうのがあるんですけども、それちらをね、紹介していきます。えー、まず、えー、店員さんの名前、用紙、まあ、あと髪の毛の長さとか性別ですね。 あの、後からアンケートに答えるときに、まあ、ここら辺が必要になっていきます。ので、あとメガネのあるなしとかね、そういうのも、えー、覚えておいた方がいいです。まあ、あの、忘れちゃうようであればね、メモ機能なんかにちゃちゃっとメモ取る方をお勧めします。あと、えー、注文、まあ、注文の時でも何でもいいんですけども、なんか、店員さんに質問してくださいね。 で、その受け答えが良かったかどうかみたいなのも基本的に、えー、アンケートにあったりしますんで、そういうのもね、しといた方がいいです。あと、確実にやっといていただきたいのはトイレのチェック。トイレは、えー、ほとんどのモニターであります。まあ、綺麗だったとか、まあ、汚かったとか、まあ、そういう項目、あの、項目がありますんで、トイレもね、チェックしとくことをお勧めします。あと、もう一つね、ありまして、えー、これはほとんどのモニターであるんですけども、 お店がやってるかどうかを確認してくださいっていうのがあるんですよね。はあったかえって感じですよね。あの、これほとんどのお店のモニター案件で絶対ありますんで、お店がやってるかどうかを確認する、電話するみたいな感じですよね。あの、手っ取り早いんで予約していきましょう。<laughs> そうしたら絶対やってる。まあ、やってなかったら電話で断られるっていうのはね明確でわかりやすいので、えー 予約してね、お店利用することをお勧めします。それでこの項目はまあ一緒にね、あの、スルー、スルーっていうか、あの、チェックできますんで、まあ基本的にお店は予約していった方が、えー、楽でいいので、その項目もね、スルーできますんでね、えー、予約してお店を利用しましょう。それではね、この後一回ね、あの、ロケの方に問いますけども、まあお店の実際の利用はね、まあ普通そのまま今言った項目だけですので、えー ひとまず一回ロケに飛びます。それではね、実際に、えー、利用ね、していきたいと思いまーす。それでは行ってみたいと思いまーす。それではね、お店から帰ってきました。で、えー、これからね、アンケートを答えていくわけなんですけども、まあ一緒にね、画面見ながら一緒に、えー、見ていきたいなと思います。 えー、それではね、実際にアンケートを答えていきたいと思います。一応ね、お店の方はね、ちょっと伏せさせていただきますので、えー、アンケートのね、一番最初に友達口調は NG っていうのね、書いてある通り、えー、基本的にデスマス調で書いてくださいね。あの、で、あとね、顔文字とか絵文字とかは使わないようにね。まあ大丈夫だと思いますけどね。まあ一通りここは読んでね、えー、答えるようにしてください。では見ていきます。 えー、来店日を教えてください。えー、来店時間。えー、退店時間。あと、来店した人数。で、来店した店の混雑、混雑度。まあ、これはまあ、大体になっちゃいますよね。で、利用金額ですね。記入して、えー、当店の、えー、来店経験を教えてください。えー、スタッフはすぐに気づいてくれましたかえー、入店の挨拶は快く感じたか入店時のスタッフの挨拶があったか お店の案内はスムーズだったか着席後すぐお絞りは提供されたかもしくはおしぼりの案内があったか着席後スタッフからメニューの説明がわかりやすかったか注文の際おすすめがあり、その注それを注文したかスタッフの提供の商品名を伝えていましたかスタッフが提供時にお待たせしましたのと伝えていましたかスタッフのタイミングよく、秋皿、グラスを下げていましたか グラスが中身がなくなりそうになった時お代わりのおすすめがあったかスタッフが呼んだ時すぐに対応してくれたか会計の誤りがなくスムーズだったか,か、えー、帰りの際ありがとうございましたの気持ちの感じられた、えー、感謝の気持ちが感じられましたかスタッフが素晴らしいと、えー、感じるスタッフがいたか、えー、そのいたというスタッフのことを 方の名前、性別、およその年齢、髪型、メガネの身長程度を答えてください。えー、いなかった場合は、いなかったと記入してください。えーそ,のいなえー、その人の、えー、素晴らしいと感じた理由を具体的に記載。えー、プラス、いなかった場合は、いなかったと、えー、いなかったと回答したら、どのようなスタッフが素晴らしいと感じるかを教えてください。 接客に対する評価を100%で記載してください。その100%の理由を記入してください。スタッフは死後や無駄話をせず業務をしていたか、スタッフの勤務態度は笑顔、表情で、笑顔もしくは真剣で楽しそうに仕事をしていたか、スタッフ,スタッフは笑顔と、お客様と笑顔で接客できていたか、スタッフの印象を振る舞い、 言葉遣いなどを100%で採点。その理由を記載。ドリンクの提供時間は適正だったか。料理の提供は適正だったか。今回注文したメニューの提供スピードを100%で採点。そしてそれの100%の理由。料理の味は満足できたか。料理のボリュームは満足できたか。熱いものは熱い状態で 冷たいものは冷たい状況で提供されたか。盛り付けが気になった料理を、写真をアップロードしてください。たまにね、こういう写真をアップロード系があります。まあ、えー、もちろん、その、指定されたメニューだったり、まあ、こういう感じの気になった商品みたいなのもあります。あと、お店のここを撮ってきてくださいみたいなのもたまにあります。で、飲食内容。今回の盛り付けメニュー。温度に対する評価を100%で採点。その理由も記載。 えー、お店の品ぞえ魅力に対する評価を100%で採点。それの理由、えー。コストパフォーマンス。全体を通してお,、えー、お店のサービス、ドリンク、料理、接客が価格に見合っているかどうかを100%で記載。その理由。えー、店内の、えー、床、あ、店内、店頭、店内、えー、床、目に入るところを清潔に 片付けられていたかテーブル座席メニューにベッドついたり汚れたりしてなかったかスタッフ身代いりしみ髪型なふだつめアクセサリーなど清,清潔に整えていましたか調味料などは十分に補充され清潔な状態だったか食器は汚れたりかけたりしてなかったかトイレは匂いなく全体的に清潔だったかトイレの備品補充整理整頓が行き届いていたかレジ周りは整理整頓されていたか えー、生感をか、お店やスタッフの、えー、清潔感に対する評価を100%で評価、えー。その理由を記載、えー。空間雰囲気に対する評価を100%で、えー、採点。およびその理由を記載、えー。また来たいと思いましたが、それを100%で採点。またその理由を記載。えー、今回利用した店を、えー、家族や友人に進める可能性があるか。 どの程度あるかを100%で採点。その理由を記載。当店への応援メッセージ。提出のアンキュートに対して事務局に伝えたい内容がありましたら記入ください。今回利用したサービスや料理、感想に、総合的な総評を記入してください。で、こちらで64項目と、 なっておりますえす、ー、それではね、今大体全部のね、アンケート項目を見ました。全部で64項目ね、えー、ありましたよね。いかがだったですか <laughs> 大変ですね。はい。そうなんです。このアンケートはですね、お店によって、このアンケートの量が違うんですよね。 もちろん今回の紹介したお店は60何項目ね、えー、ありましたよね、質問項目は。これがお店によって10とか15とかね、本当に少ないところもあるんです、実際には。ですので、まあ、初めてやる方は、あの、このモニターっていうのは基本的に応募して当選してキャンセルすることももちろんできますので、まあ、ちょっとね、応募してみて、 初めてやる方は、応募してみて、ちょっとね、アンケート項目が多すぎるっていう感じで、ちょっと面倒に感じたら、えー、ちょっとね、キャンセルしてもいいかもしれないですね。ちょっとキャンセルしすぎちゃうと、それはそれで当選しなくなっちゃうかもしれないんで、ちょっと難しい部分であるんですけども、まあ、初めてやる方はね、まあ、もうちょっとアンケートがね、少ないところをチョイスするっていうのも一つの手だと、個人的には思います。まあ、でもこれで、 えー、ポイントがもらえる。まあ、このポイントがもらえるっていうのは、まあ、あの、ポイントサイトをね、あまり、今まで、何て言うか、始めたばかりの人は、ちょっと、あのー、半信半疑でやってる部分もあると思いますので、こんなに大変なのかって思うかもしれないんですけども、私みたいにね、もう何年もずっとやってる人からすると、まあ、このアンケートで、 まあ変な話はお金がもらえてるようなもんじゃないですか。まあ一応ポイントっていう名前で付与されてますけども、もちろんこれもね、現金に、現金化することももちろんできちゃうわけなんで、まあそれは、ずっとやってる私からすると、まあこのぐらいのその大変さっていうのはまあ必要なんじゃないかなって個人的には思います。やはりね。 結局、それがまあ、結局、私はマイルにしてますけども、現金出金もできるっていうことですよね。本当に謝礼みたいなもんですもんね。ってなったら、まあ、普通に考えると、まあ、ある程度大変でもしょうがないのかなって、個人的には思います。で、最後にですね、こういう感じでレシートありますよね。レシート。こんな感じかな。はい。レシート。 えー、最後にこのレシートを、えー、シャメールして、えー、提出して終了っていう形になります。で、このね、四隅ありますよね、レシート。シャメールときに、するときに、この四隅。この四隅が、まあ、本来ね、ここにお店入ってますよね。ちょっと今お店はね、伏せてますんで、ちょっとこう切り取ってますけども、本来、あのー、この四つ角、お店が入った状態の四つ角が絶対入るように、あのー、 入るように写メをね。取って、えー、送付して、えー、このモニター案件は終了となります。で、この四隅だけね。入ってないとち,ちゃんと入ってないと、あの最低姿みたいな感じで、えー、メール来ちゃいますんで、そこだけは確実にしてください。で、このアンケートもレシート添付も。 なんか不備があると基本的にメールで帰ってきます。ですので、その時はまたメールチェックしてもらって何が不備だったのか、まあ、言ってることが矛盾してなかったかみたいなね、確認してもらって、えまあ、終了っていう形になります。で、基本的に、えー、これね、今はですね、結構、どの、この、 なんですか、モニター案件もですね、結構すぐ返答来るんですよね。本当に2、3日とかで来る場合もあれば、本当に当日来たりすることもあるんですけども、ちょっと前まではね、ちょっと結構長かったりしたんですよね。ですので、こればっかりはね、ちょっと今現時点ではどこがどのぐらい早いみたいなね、ちょっと一概には言えなくなった部分ではあります。まあでも基本的に1週間以内で、えー、モニターは、 案件自体はね、完了するんじゃないかなと、個人的には思います。まあ私がやってる感じだと、ここら辺、ここ最近では、1週間以内にはね、確実に完了するっていう印象ですかね。ちょっと、本当に1つマらい前は、本当に1ヶ月とかね <laughs>、承認されないみたいな <laughs>、ありましたけども、今、ここ最近はないんで、まあ大丈夫なんじゃないかなと思います。 いかがだったでしょうか今回は、えー、ポイントサイトのね、モニター案件を実際に、えー、やってみたっていう動画で、まあちょっとね、大変な部分ではありますけども、まあこれをね、ちょっと一と手間、やっぱり ANA マイルを貯めるっていうのはね、一手間かか,るかかることなので、まあこれをね、実際にやれば、えー、コンサートにね、ANA マイルを貯めることができますんで、えー、おすすめとなっております、えー。今回の動画はね、こんな感じで。 終わりたいと思います。この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローとチェックしていただければ、とても嬉しいです。私のチャンネルではね、こういう、えぇ、ー、ANA マイルを貯めること、ANA マイルのキャンペーンとかね、ANA マイルに関すること、あと、えー、ホテルレビュー、クリジットカード、お得情報、あと、私の大好きなニューヨークの街をね、紹介なんか、 を、えー、動画で配信しておりますので、もしよかったらチャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ